皆さんこんにちは。茨城オンラインスタディの時間です。この動画は中学校2年生の社会科地理的分野、日本の諸地域の中の九州地方の1時間目です。今日も楽しく学習していきましょう。九州地方と聞いて皆さんは何を思い浮かべますか？あまり馴染みがないですね。こんな風景見たことありませんか？吉野ヶ里遺跡ですね。小学校でも学習しました。弥生時代の様子が再現されているのですね。この写真は宮崎県にある天の安河原といって古事記の一節に出てくるところです。この写真はその近くにある高千穂峡です。とても神秘的ですね。九州は歴史で言うなら古代から朝鮮半島や中国との玄関口でしたよね。この写真は阿蘇九十国立公園です。自然が豊かですね。山といえばこれ、ゴツゴツしていますね。長崎の雲仙普賢岳ですね。奥に見えるのは日本で一番新しい火山、平成新山です。九州には今でも桜島など噴火がニュースになる活火山がありますね。他には福岡県では現在の北九州市を中心に製鉄が盛んであった歴史があります。官営八幡製鉄所のことですね。歴史で学習しました。日清戦争の賠償金をもとに作ったもので日本の近代化を支えました。現在は世界遺産にも登録されていますね。茨城県の鹿島臨海工業地域にも製鉄所がありますね。そうですね。小学校の社会科見学などで見に行ったことがある人も多いのではないでしょうか。その製鉄所で働く人々に北九州と鹿島の間で行き来があるそうです。意外と身近なのですね。九州の単元では環境問題、環境保全という視点で九州を捉えていきます。本日の目標です。九州地方を大きく眺めると生活の舞台になっている自然環境にはどのような特色が見られるのでしょうか、です。教科書は180ページ、181ページ。1、九州地方を眺めて、1、九州地方の生活の舞台です。教科書180ページ、1、九州地方の自然環境。189ページの九州地方の地名を確認しようを参考にして特徴的な地形を捉えましょう。では動画を止めてください。九州全体を見渡すと平野が少なく山がちで活火山がたくさん見られます。また周りに小さな島々がたくさんありますね。さらに細かく地形を見ると教科書の1を見てください。鹿児島のあたりには火山活動に伴う噴出物が積み重なって生まれたシラスと呼ばれる地層が広がっているそうです。教科書180ページ4にシラス台地に見られる崖の写真があります。ではもう少し地名や地形などを入れていきましょう。九州を囲む海、太平洋、東シナ海、日本海、有明海、島々、長崎県の対馬、五島列島、鹿児島の南の屋久島、種子島から、沖縄の日本の最西端の与那国島、尖閣諸島を含む南西諸島、九州を大きく分ける九州山地、熊本県の阿蘇山は
火山が噴火した後にできたカルデラが見られます。教科書180ページの2にカルデラの全体像を捉えた航空写真がありますね。河川と平野、有明海に注ぐ筑後川とつくし平野、太平洋に注ぐ一ツ瀬川、大淀川と宮崎平野。次に気温と降水量を見てみます。教科書180ページの1、各地の気温と降水量を見ると、那覇、宮崎、福岡の雨温図があります。まず私たちの住む茨城県に近い東京の雨温図が教科書の228ページにありますので、東京と福岡を比べてみましょう。では動画を止めてください。福岡の年平均気温は東京とほとんど変わらないです。年降水量は福岡の方が100ミリ近く多いです。福岡の方が暑くて雨がとても多いイメージでしたので、実際に数字で見るとイメージとは違うことが分かりました。イメージも大切ですが、実際に資料で確かめると面白いですよね。次に那覇と福岡を比較しましょう。では動画を止めてください。那覇の平均気温は福岡に比べて6度以上高く、年降水量も400ミリ以上多いです。教科書によると南西諸島は亜熱帯と呼ばれ、海水が暖かく珊瑚礁が発達しているということです。この写真は沖縄島です。青い海、青い空、白い砂浜、ハイビスカス、綺麗ですね。まさにリゾートです。次に福岡と宮崎を比べてみましょう。年平均気温はほとんど変わりませんが、宮崎の方が年降水量が多いです。なぜでしょうか。地理にアクセスで確認しましょう。では動画を止めてください。台風ですね。地理にアクセスの中にある資料9、九州地方に接近上陸した主な台風で進路を確認すると、多くの台風の進路が九州地方を通過していることがわかります。資料10、沖縄県にある伝統的な家を見ると、重そうな瓦の屋根の平屋建てで、家の周りに防風林と石垣があります。台風に備えて住まいにも工夫があるのですね。そうですね。それでは本日のまとめです。キーワードは1、地形、2、気候です。動画を止めてください。こんなまとめがありますね。九州地方は活火山が多く、半島や島も多い複雑な地形である。気候は亜熱帯に属し、気温が高い那覇や鹿児島の島々、台風の通り道となって夏の降水量が多い太平洋側、東京とさほど変わらない北部などがある。気候の特徴は人々の生活に影響を与えており、沖縄や太平洋側は台風の通り道にあたることが多く、家の作り方などの対策をしている。次に振り返りです。振り返りの観点は、1、分かったこと、気がついたこと、2、身近な地域との比較、3、さらに調べてみたいことです。では動画を止めてください。こんな振り返りがありました。福岡県の気候が東京とあまり変わらないことに驚いた。九州イコール暑いというのは必ずしも当てはまらないのだなと思った。
カルデラ、シラス大地、降灰による農作物への被害、湯煙発電、砂蒸し風呂、青い海に面したリゾートホテルなど、身近では見られない様子だったので、実際行ってみたいと思った。南部九州の周りが東シナ海で、北部九州の西側には日本海と表示されていた。海の境界はどのようになっているか調べてみたいと思った。これで本日の学習は終わりです。また次回お会いしましょう。さようなら。